タングリップ。ウエスタングリップ、そう、握手するようにこう、握手こう、つか知らねえの、知らねえよ、だからもう見てんだろ。え、聞こえねえ。変なやつ、声出ないんですか。さあ誰かな、俺からポルシェ奪うのは。ポルシェね、やっぱ俺だね。大丈夫、大丈夫。ポルシェに似合うの俺じゃん。うるさいんだけど。な、なんだこのチビ。あんたが言ってんのはイースタングリップだよ。イースタングリップ、よくいるんだよね。わかんない、逆に覚えてるやつ。なんだとこ、間違ってんじゃん。小学生、中学生。ご体操なテニスバッグ持ってんじゃねえか。次で降りろ。まだまだだね。チビ、部外者立ち入り禁止だ。待てチビ、名前は？名前聞いてんだよ。お前ひょっとして噂の転校生か、越後屋とかなんとかっていう。答えろよ。越前龍馬。それだ。アメリカ帰りの天才なんだってな。見してみろ。あんた誰？声楽レギュラー2年、カイドウ薫だ。覚悟あんの？負けるよ、あんた。んだと？なんか可愛いの来たじゃん。やるじゃん。大丈夫？あんなキレのいいツイソさん初めて見たぜ。ねえ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 、あ、カイドウ、アルキュアル。龍崎先生が言ってた転校生かな。へえ、あんな角度で曲がるんだ。スネークショット。What?
ゲームカイドウ、ワンラブ、コートチェンジ。大したことないね。いつまでもつか、それが。勝負じゃ負ける。へえ、ほら、こいつスネークが撃てるのか。これさ、バギーホイップショットのことだよね。結構難しいじゃん。初めてやってみたんだけど。初めてだ。先輩、汗かいてんじゃない？脱いだら、そのジャージ。暑いのにいつまでも着てるの変だよ。まだ終わってねえ。来い。まだまだだね。そこまでだ。部長、部外者と無断で試合をした者、グラウンド20周。いや、これは40周。はい。レギュラーは AB コートであって、他の者は打ち込みの練習。1年は球拾い。あんた部長、入部よろしく。とりあえず来週からね。まず入部届を持ってこい。ああ、そう。親父。おお、龍馬、待ちくたびれたぞ。どこほっつけ歩いてた？母さん元気か？呆れてるよ。家ほったらかして何やってんの？あぶれ。青春学園だっけ？大したことねえじゃん。なんだ、もう一つでもか？まさか、あんな程度のテニス部に入れるためにわざわざ俺を呼んだわけじゃないよね。まあそういうな。どうだ、久しぶりに。もうこっちだ。
ぶっ倒す。ほれ、あっちおい。ダメんな。まだまだだね。風呂入れ。くそ。いや出てけ。いや久しぶりだからな、一緒に入りたいかと思ってな。んなわけないだろ、今出ようと思ってたのに出るタイミング失ったじゃん。あの照れてんだろお前。照れてる。小せえなお前は。もっとでかい男になれ。飯食ってるかちゃんと。風呂の入り方小せえんだよ、こうやって入る。でかく入る、でかくどう。越前龍馬、全米ジュニア4年連覇、アンダー14のオレンジボール優勝、ジュニアクラスの公式戦では負けた記録がない。え、負けなしすごいじゃん。ああ、8歳からな。龍崎先生、あいつが越前何次郎の息子ですか？世界中の強豪から侍と恐れられた男。世界を相手に37戦全勝。怪我さえなければグランドスラムも夢じゃないと言われた日本テニス界最高のプレイヤー。私も小さい頃彼に憧れてテニスを始めたの。今でも一番尊敬している私の先輩よ。二刀流の侍なんじろ。その通り。あの子はその侍ジュニア。たとえ誰であろうと特別扱いするつもりはありません。すべて冷静に判断します。今はただ何が何でも全国まで勝ち上がる、それだけですから。やっぱり手つかれてきたね。しかも同じブロックか。あ、おちび。お出ますか。レギュラー争奪戦ってこと。1年はランキング戦に入れねえ。なのになんでお前の名前があるんだ。さあ、強いからじゃない。あんまし性格なめんじゃねえぞ。はい、どうよろしくな。出る杭は早めに打っとかねえとな。リハビリの相手になってもらうぜ。やだね。かわいい。ジャックナイフだ。いいね、ここ。いろんなタイプのテニスが倒せるし、いい踏み台になるよ。しかしボール2個分届かない。悪いが君の試合を調べさせてもらった。データは嘘をつかない。データで来るならその上を行くまでだね。
ふーん。何やってんの？うわっ！な、なんだこれ？なんだこれ、お前一人で。懐かしいな、声楽のレギュラージャージ。泣いたやろぜ。え？レギュラーになったお祝いに、ハンデ、片足でやってやるから。あ、行くぞ。いつ入ったんだよ。来た来た、青春学園か。いよいよお出ましか。俺はまだ認めてねえからな。あ、そう。おい、あれ見ろよ。なんだあのチビ。なんであんなチビがレギュラーシャツ着てんだよ。よう、手塚。アトベ。何の真似だ。どうだ、今年の声楽は。はい。人手不足で小学生借りてきたんじゃねえだろうな。ん？あんた誰？可愛いじゃねえか。手塚、今日は見学させてもらうぞ。誰？日垣しおん。
やっと出たか。なんで試合見ねえんだよ。お前声楽のレギュラーだろう。見る？なんで？なんでだ。態度。俺補欠でしょ。嫌いなんすよね、慣れ合うの。テニスは個人技じゃないっすか。ダブルスだってあるぞ。楽しいっすか、ダブルスなんて。分かってないな、おちび。1たす1が3になる、それがダブルス。なんちゃってどうでもいいけど、お前ちゃんと飯食ってんのか。牛乳飲むといいよ、1日2本。はい。牛乳嫌いなんで。越前、午後に出るぞ。アップしてきます。お前飯食ったのか。飯食ったのか。声楽へファイオーファイオーファイオー声楽へファイオーファイオーファイオー不動義で2分。いけ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 声楽。いけ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 声楽。いけいけいけ。ダメだ、シードを勝手に復帰さを全く寄せつけなかったやつだ。おいおい、本当にあのちびっ子が出んのかよ。ワンセットマッチ、声楽サービスプレイ。ねえ、審判の人、コールまだ。15ラブ。あの1年すげえな。ありえねえ、あの1年。シンジ大丈夫か。目の方は大丈夫そうだけど、まぶたの上がざっくりだ。試合続行は不可能だな。平気っすよ。無理すんな。後には手塚部長も控えてる。やるよ。10分だ。10分で蹴りがつかなければ棄権させる。手塚、いいな。十分。いけいけ声楽。いけいけ声楽。お待たせ。まだやるんだ。この程度のことで騒ぎすぎだよ。負けといた方がいいよ。
声楽テニス部地区大会優勝おめでとうございます。ありがとうございます。しかし皆さん、今日はうちのバカ息子が負けちゃいまして大変ご迷惑をおかけしました。大丈夫だよ、結局勝ったんだからさ。今日は食べ放題ということで。食べ放題、食べてください。食べ放題。じゃあみんなで乾杯しよう。はい、乾杯。いただいた。ダメだ、ダメだよ。ダメですか、ちょっと。うまい。先生、すいません、本当ご迷惑をおかけしまして。どうですか、いい酒あるんですけど。部長の手塚です。部長違うよ、手塚は公明党3年だからよ、手塚先生。手塚先生しかし今日のチビ、マジすごかったよね。一瞬ヒヤッとしたけどね。うん、いやだけど二刀流には驚かされたな。あの二刀流は偽物だ。偽物？父親のコピー。父親って越前何時のに？それが気に入らないんだね。え、どういうこと？何？何？何？あ、越前、お茶お待たせ。にしても越前のやつ遅いっすね。誰か迎えに行った方がいいんじゃないか。お前が行けや。なんで俺だよ。遅いぜ越前。すいません、今日は貸し切りでして。あ、どうぞ。すいませんね。行けない。いやいや、まあ、明日行く。顔でかい。いやいやいや、あの人、うん、あいつ僕常連さんだから、気にしないで、気にしないで。大丈夫、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 いい仕上がりだな。檜垣はどうしてます？心配するな。檜垣には絶対勝たなきゃならない理由がある。うまく使うだけだ。
これ以上続けると選手生命を絶たれる可能性もあるよ。まず1年間はテニスをやめて治療に専念したらいい。全国まで。それまで持たせてください。テニスなら高校行ってもできるだろう。どうしても今のメンバーで全国へ行きたいんです。ちょっと振ってごらん。君のゼロ式ドロップショットを。ストップ。主治医としてこれだけは言っておく。君のこの特殊な技は極端に肘に負担がかかる。ゼロ式ドロップショットは絶対に使わないこと。いいね。なんすか？傷はもういいのか？おかげさまで。しっかりリハビリしておけよ。今から1週間後アッパーダウン。アップ。アップ。サーブをもらう。果たし合いですよね、これって。部長が負けたら立場ないですよ。全力で来い。いいんすか？越前、お前は強い。だがそのままでは全国では勝てない。打ってこい。俺が絶対に返せない球を打ってこい。そして進化しろ、越前。
お前は何のために転送する？考えたことはあるか？全国には強いやつがたくさんいるぞ。あんたより確かめてみろ。自分で確かめてみろ。お前は声楽の柱になれ。ふざけんな。今日も越前は来ないな。何か聞いてるか？気にするな。学校には来てるみたいだよ。どうしたんだろうね。風かな。風だろう。ねえ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 、何かあったね、手塚とチビ。ああ、何かって 何？だってもうドリアン、せっかくタイに来たんだからさ、ドリアン。関東など皆既日食の寸前まで行く地域では昼間とは思えないくらいの暗さになると。やんない。よし。え、おい龍馬。I'm bored. What's up? Why? Yeah, the Vardu's training camp, right? Sure. See you then. Kaa-san, あと1週間だろ。わかってるって。じゃあ。どうすんだお前。そっちこそどうすんだよ。いつまでこっちにいんだよ。お前次第だよ。部長、もう一度俺と試合してもらえないですか？今は目の前の試合のことだけ考えろ。すぐにやってほしいんだけど。借りを早めに返したいんですよ。何を焦ってる？俺には時間がないんすよ。どういう意味だ？後で聞く。早く着替えて集合しろ。
手塚。来週から始まる関東大会、その組み合わせが決まった。1回戦の相手は氷堤学園。え、氷堤か。あっちゃー、しょっぱな、いきなり事実上の決勝戦ってことだね。去年は負けちまったけど、今年は絶対勝つ。しゃーし。関東大会のレギュラーを発表する。手塚国光、大石周一郎。ああ、藤修介。はい。菊丸英二。はい。川村隆。あ、乾貞治。はい。海道薫。はい。最後に越前龍馬。面白い。捻挫は完治してるのに、まだお前はそれをかばってる。本来の実力が発揮されてない。はい。部長、俺関東大会出れないんで、変えてもらった方がいいんすけど。何？ワールドユースの代表合宿があるんで、今度の日曜にアメリカに帰るんすよ。え、じゃあ関東大会は？だからレギュラーは桃先輩に。お前何言ってんだ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。やめろ。お前性格レギュラーチャンスを何だと思ってんだよ。冗談じゃねえぞボケ野郎。おい桃、ほっとけ。去る者は追わなくていい。お前ら相変わらず青春ごっこ学園してんじゃん。日垣さん。そうだよ、日垣さんだな。いい土産持ってきてやったぜ。ほら、誰にしよっかな。え、危ない、みんな危ない。よし、君だ、君だ。おっと、危ない。危険だ、こら。おい、帰ろよ。待って、大丈夫か。やろ。待って、帰れ。やめろ、やめろ。待ってくださいよ。久しぶり、手塚。誰っすか、あいつ。元々性格にいた俺なんて1個目の先輩だよ。暴力事件で退学になって、確か南米転生留学したって。なんでここに。侍南次郎の息子は関東大会出る前に遊んでやる。前出ろ。あのさ、越前、部外者と無断で試合をすることは許せない。ほっ、こないだ手塚と試合して負けたチビじゃん。試合、たまたま見ちまったんだ、てめえらのくだらねえ試合をな。チッ、青くさ。待てよ。越前龍馬、覚えておけよ。おうぞ。氷堤学園、江田手間クラウド比嘉。氷堤、
帰ってくれ。試合は絶対にさせない。悩んでるのか。先生、龍馬がアメリカ行っちゃうなんてね。いいの？来る者は拒まず、去る者は追わずですから。自分で決めたことならしょうがないか。城の野郎、結局来ねえか。おちびもね。行くぞ。
の試合を始めます。両方の主将、オーダーを交換してください。待ちくたびれたぜ、手塚。悪いが全国へ行かせてもらう。待ちくたびれたぜ、手塚。悪いが全国へ行かせてもらうぞ。この試合はワンセットマッチ、タイブレイク方式で行います。一度、レ。去年は評定が勝ったんだよな。今年は同じだよ。協定はベストメンバーか。連載をしたりとアクロバットの向かい、無敵のペアだな。ワンセットマッチ。正確はどこまでやれるかな。正確サーブプレイ。はっ、やっと、ほら、はい、エイジ、まずい、流れじゃん。大丈夫だ、まだこれからだ。でも正確ファイト、正確ファイト。部活勝手に休んですいませんでした。モモ、またもっと上に上げてくれ。なんか恥ずかしいな。エイジ、あれやるぞ。オッケー。はい、はい、はい、よし、よし、それがダブルス。牛乳飲むといいよ、1日2本。はい。ゲームセットへマッチ。ウォンバイ協定。押したり向かいペア。セブンゲームスクールファイル。よっしゃ、おい、越前、お前アメリカ帰ったんじゃねえのかよ。これから行くのか。まあいい、俺の試合を見ておけ。来てますよ、越前。15 love。 スカットサーブ。30 love。 40 love。
ム評定ワンゲームストゥーラブ。フィフティーンラブ。ネットの横から回ったぜ。お前もう終わってるな。カイドウ、お前終わってるそうだな。データ取れたんすか。ご苦労さん。ほら、ストレートの確率 100%。 残念だがボール2個分届かない。データテニスだ。カイドウはずっとミニーがデータを取る間よく我慢したね。反撃開始だ。任せろ。頼む。はい。セットエンツーマッチ、ウォンバイ聖学セブンゲームストゥーファイブ。体力勝負なら負けねえ。第3試合、シングルス3、同系カバイ聖学川村。ワンセットマッチ、協定トゥーサーブ、プレイ。ハンドリア波動級。勝つのは氷帝です。いえっ、いたファイヤー。いえっ、バーニー、どりゃ。くそ、こうなったらやるしかないのか。タカさん、それはこの試合必ず勝つ。だからみんな全国へ行ってくれ。片手波動級だ。
打てません。カバジの腕が先に行っちまった。両選手試合続行不可能により、シングルス3はノーゲーム。このロケット使わせてもらうよ。第4試合シングルス2、氷堤芥川、青学富士。マジすげえ、ボール消えたよ。うわ、すげえ、なんだあいつ。すげえ、なんだ今のは。ボールが手元で消えた。マジで。サティラ、また消えた。すっげえ。ボンディラン、やはり立ちはだかるか、天才藤俊介。風見せてあげるよ、白芸。よっしゃ、超アウトじゃ、ラッキーじゃん。これじゃね、これじゃアウトになっちゃうよ。ジロー、さあもう一球行こうか、風の止まないうちに。みんなやりすぎだよ。ゲームセットはマッチウォンバイ声楽。第5試合シングルス1、氷堤アトベ、声楽手塚。手塚だ。いよいよか、手塚が勝てば声楽の勝利か。やっぱいいな、ここよく見えるし。お前な、レギュラージャージ置いてったやつが何やってんだよ。どけどけ。おい、でも俺まだタイプ届出してない。そういうことじゃねえんだよ。なんでお前がコーチベンチにいんだよ。大地、お前アメリカどうしたんだよ。ああ、お前ハードスピンの野郎。エッジじゃん。
持ってろ。ルイス。勝つのは俺だ。盛り上がってんじゃないの。いたいた。もういいのか。はあ、満足だ。お前とは初対決だな。肘は治ってんだろうな。はあ、ああ。最高のシーンにしよう。もちろん俺のハッピーエンドだ。アップはだな。アップアップサーブ。肘ワンセットマッチ協定トゥーサーブプレイ。行くぜ手塚。俺様のビギニー。良いな。いいドライブボレーだ。おらいよ。サティラ。甘い甘い。手塚の位置から一歩も動いてねえぞ。ゼロ式を応用した手塚ゾーンだ。特殊な回転をかけられたボールは全て手塚の元に戻っていく。まるで引き寄せられるように。30-15。俺が打たされていた。やるじゃねえの手塚。そんな腕でまだ治ってねえだろ。腕って何？昔の傷があるって聞いたことあるけど。遠慮するなよアトベ。本気で来い。
ら4人はできないし。無理無理。ほら。破滅へのロンドだ。覚えとけ。あれ打たないんだよ。ただ勝つだけで面白くねえよな。たっぷり踊ってもらうぜ。その腕の破滅とともにな。これ以上続けると選手生命を絶たれる可能性もあり、どうしても今のメンバーで全国へ行きたいんです。ワンゲームストゥーラウン。手塚、お前本当は1時間半か。手塚、貴様の腕はもう限界を超えているはずだ。自分の腕より正確の勝利を選ぶというのか。破滅へのロンドだ。食らえ。氷帝が負ける。氷帝が負ける。氷帝が負ける。ありえん。まだ試合は終わってない。手塚君、もう棄権した方がいい。あのさ、あの手塚君が棄権したら2勝2敗でしょ。あのどうなっちゃうのかな。わかんないかな。わかんない。あのどうなっちゃうんでしょうかね。さあ、控えの選手同士で戦うんじゃないですかね。
その腕で跡部に勝利する確率は極めて低い。部長やめてください。お願いします。部長、部長、手塚、頑張れ。ああ、天学ファイト。天学ファイト。いけ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 天学。いけ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 天学。いけ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 天学。俺に勝っといて負けんな。俺は負けない。待たせたな、トベ。決着をつけようぜ。はい、してるぜ。ゲームセットへマッチ。ウォンバイ標定アトベ。セブンゲームストゥーシックス。みんな、次の選手だが。分かってる。京帝学園対青春学園、2勝2敗、ノーゲーム1。規定により控え選手の試合を行います。京帝、東垣、青学、越前。1ヶ月前、高架脇のテニスコートで行ったことを覚えてるか？日垣、頼んだぞ。お願いします。お願いします。バカがテニスじゃねえか。ガタガタ騒ぐんじゃねえや。謝れ日垣。今の言葉だけは許さんぞ。土下座してやるよ、もし俺が負けたらな。日垣、分かってるな。死んでもあんなチビには負けねえや。俺はプロですから。第6試合、京帝日垣、帝学越前。
お前は声楽の柱になれ。なんでそんな熱くなるかね、たかがテニスごときに。けど容赦しねえぞチビ。サラブレッドか全米か知らねえが、軽く叩き潰してやる。本物の天才は俺だけだ。弱い犬ほどよく吠える。ほっ、お前の力なんてたかが知れてんだよ。ぬるい。ラブフィフティン。ほら、どどこだろ。大会で目怪我したんだってな。気をつけろよ。ただいま照明の準備をします。試合再開までしばらくお待ちください。どう飛ぶか分かんないぜ、俺以外はな。
立て！膝を潰して動きを封じるつもりか。何？医者の言うことなんか気にすんなよ。無理に喋ろうとしなくてもいい。そのうち勝手に言葉が出てくるよな。死んだ親父やおふくろもそう思ってる。金のことか。お前は何にも心配しなくていいんだからな。全国には強い奴がたくさんいるぞ。確かめてみろ。自分で確かめてみろ。お前は声楽の柱になる。ふざけんな。無理だろう、いくらなんでも。それは強くなりたいんだよ。もっともっと。
俺はもっと上に行くよ。よっしゃ、追い越した。集中。この一球を、頑張れ。この一球を。you
ッチ、ウォンバイ、制約、越前。帰って練習だ。今日から俺たちは挑戦者だ。部長、腕治ったら俺と試合してくださいね。覚えておく。先輩。おお、先生、息子が世話になったな。まだまだですか。とりあえずアメリカのカカーに電話だな。こっちに呼ばなきゃならなくなるかもしれないし、まあどうなるかな。じゃあな。越前、お前のだ。部長、おい、千葉代表六角だぜ。四天王寺もか。あれは東王者立会まで。すごいな。気になるか。別に。よし、行くぞ。よし、まだまだだね。選んだ道は色々も
ありがとう。私も。